あのさ、最近さ、まあなんか、違うことでなんか、病院に行ってね。違うことで見てもらったらさ、まあなんか、まあついでだしと思ってさ、まあなんか、いろいろ見てもらってたのね。あ、まあそのなんか入院すること、以外のことで、まあなんか、見てもらってたんだけど、足の骨がね足の骨がね、なんか折れてたらしくって、それをね、ちょっと、まあなんか、まず固定しないといけないっていうことで、それでまあちょっとだけ一泊だけ入院で、その後ね、多分その入院日がまた決まるかと思うので、そしたらね、みんなにまたあのこの日入院するねって言ってそう、気づかなかったんだよね。そうで、なんかまあ多分だけど、その 3D 配信の時もなんか売れてたんかなと思って、気づかなかった。本当全然気づかんかった。で、なんで気づいた？気づかなかったんよ。でも、なんかそうやって言われると、こうなんか、歩いたりするときとか、しゃがんだりするときとか、やっぱ痛いなと思って。なので、明日ちょっとお休みで、今月かな？今月中、ちょっと少しお休みいただくと思うんですけど、その時に、またね、みんなに、言います。はい。折れてるというか、ひびかな？ひび。うん。ひびが入っちゃったので、すいません。なんか、膝がね、膝のところがね、おかしいみたい。膝。さあ、全然なんか歩けなくなるとか、なんか配信できなくなるとかそういうのじゃないからね。それはね、大丈夫。全然平気。